はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回も、フォールアウト 4DLC ファーハーバー続きやっていこう。前回も言った通り、可能な限りこの島のゴタゴタは平和的に終了させたいので、アカリアンの人たちのクエストをやっていこう。まずはこれ、ザ・アライバル。アカリアへ来るはずなのに現れない人造人間について、探すと。で、ファーハーバーにいるブルックスって人が、行方を知ってるかもしんないんで、ブルックスと話しに行こう。じゃあ今回もパワーアーマーで入って、パーハーバー、さてと、ショップの人だ。行方不明の人造人間のことで話がある。はあ、よそ者相手に話すことじゃないから、何か買うか、出なかったらどこかへ行ってくれ。B を選んでみよう。いいか、チェイスの頼みで来たんだから、その態度は今すぐやめた方がいい。チェイス、聞き覚えがある気がする名前だが、いつ聞いたか。まあいい、何を買いたい？いや、物を買いに来たんじゃなくて、A。チェイスに協力している。彼女の話では、そちらの故障は L7-92 だ。わかった、信じるが、静かにしてくれ。いいな。そいつは内密な情報だ。お尋ねの人造人間のことは知っている。白髪の若者で多分20代前半くらいだ。デリックという名で通っている。実はデリック。あいつは予定より早めに現れた。コーサーにつけられていると思い、予定を前倒しにしてきたそうだ。正直言ってそいつはクズだ。ひどい臆病者で、5分ごとに背後を振り返って余計に人目を引いている。あいつを落ち着かせようとしたけれど、動転して霧の中へ逃げていった。それ以来姿は見ていない。あ、だから行方不明なのか。この件は俺が何とかしよう。落ち着いて、この件は俺が何とかする。すまない、今は気が短くなっている。いいか、本当にあの人造人間を追うなら、あいつは町から南の道を進んだはずだ。そっちへ向かうといいかもしれない。向こうでは用心しろ。それにありがとう。人造人間を助けに霧の中へ行く者は多くはない。とりわけ赤の他人のためともなると、今回の件は本当に嫌なもんだ。うまくやってくれることを願っている。オッケー、行方不明の人造人間を見つける場所は南だから向こうの方か。5分ごとに後ろを振り返るってね、用心深い人造人間だけど、なんかパワーアーマーの手、こんななんかゴツゴツしてたっけな。ニックはついてきてる？放射能は多少大丈夫。武器デリバーラで。すぐ近くにいそうだけど、近いよ。ここか？血の跡。血の跡がある。誰かに襲われたか？血痕。血痕がある。こっちにも血痕があって、点々と辿っていく感じか。コーサーでファーハーバーにも来てるのか。この家か。トラッパーがいるけど、なんか固まってたから全員やっちゃった。頭？行方不明の人造人間の頭？殺されてる、もしかして。すでに。このお鍋の中？違うよね。あらら。なんかメモがあるわけでもない、この建物。
トラッパーにやられちまったか。なんもないもんな、哺乳瓶。ん？これじゃない。チェイスの元へ戻る。あ、トラッパーたちに捕らえられ殺されていたことが分かった。ダメか、殺されてた。チェイスに報告に行こう。さて、チェイス下かな。お気の毒ですが、人造人間は行方不明になったままトラッパーに襲われておりました。あれ待って、こっちは霞じゃないか。あの行方不明の人造人間を見つけてくれたら大いに助かるわ。頭ならあるよ。お前の言う行方不明の人造人間はトラッパーに襲われて死んだ。哀れな人。あの人造人間は平和な暮らしをしに来たのに、私たちは考えられる限り最悪の形で失った。私のせいよ。こちらから会いに行くべきだった。残念でならないわ。解決してくれてありがとう。これを受け取って。200キャップでいいかしら。嫌ですと言ったら。その人造人間を見つけ出すために犯す危険を考えれば、それだけでは見合わない。それは当然の要求だと思う。じゃあ250キャップで。はい、もうねだりません。いい結果にならなくて残念だ。お互いにとってね。またしても協力ありがとう。向こうでは気をつけて。お、殺し屋のオーバーチャージインスティチュートピストル。エイムしてる間にダメージが増加するってことかな。さあ、クエスト完了。他になんかクエストをやってほしいって人はいるか。うん、私に話しかける価値はないの。頭が死ぬほど痛い。はい、今はタイミングが悪い。お前もここは初めて。もう地下1階にも結構人いるんだな。アカディアンのこのクエストも完了となると、そうだね、アトムの要求のクエストをやるべきかも。ディーマはまだ問いただすこといまいちできないし、うん、特にないから、よし、上級調剤司祭のクエストやっていこう。ニュークリアスへ。さてと、あっちでは気をつけろ。霧の中は危険が多い。グランドジーロットって人がクエストやってほしいと言っていたはず。司祭がいて、で、この人はグランドジーロットだっけ。ようやくアトムへの責任を果たす準備ができたか。済ませたい仕事がまだある。オッケー、準備はできている。グランドジーロット、準備はできている。グランドジーロット、女がいる。同胞の一人だ。いや、だったと言うべきか。グイネスという女だ。だが彼女は何というか、暗闇に心を奪われてしまった。調剤司祭はジーロットタイルに彼女の追跡を命じたが、逃げられてしまった。そして錯乱したグイネスはアトムの言葉を公然と批判して、我々の聖地を汚し始めた。上級調剤司祭は彼女を探し処刑することを望んでいる。代わりに見つけて殺せってことなのかな。断るって言ったらどうなるんだろう。断っちゃうか。彼女と話せないのか。彼女と話せないのか。何か理由があるかもしれない。シスターグイネスは素晴らしい女性だった。だが何かが彼女を狂わせてしまったんだ。少しでも正気を保ってるといいんだが、とにかく上級調剤司祭は彼女がアトムを放棄したことを重罪だと考えた。アトムの慈悲を拒否することは許されることではない。彼女を見つけよう。彼女を見つけよう、グランドジーロット。よし、ジーロットタイルと話してくれ。彼女ならグイネスの居場所を知っているはずだ。異教徒にアトムの裁きを下すのだ。行け。オッケー、汚れ仕事かもしんないけど。クエストザヒアティック、ジーロットタイルと話す。まずはジーロットタイルと話そう。ジーロットタイルはどこにいる？
この人上級調剤司祭で、おっと、この人だね。失礼。アトムに栄光あれ。うわ、顔が。されたリヒターの使者に違いない。泣き言ばかり言う間抜けではないみたいね。つまり有益な経験をしてきたということか。髪の毛がある。ならアトムはあなたにどんなビジョンを授けたの？女性だ。あ、この人はまず別の会話が必要になる。結構前に見つけたあのアトムの像かな。女性だ。彼女は俺を小さな聖堂に導いた。グランドジーロットは彼女のことを霧の母と呼んでいた。なるほど。霧の母を見たと。一体アトムの進むべき道を決めるのは私たちの役目じゃない。私は他のジーロットにできることがあるならいつでも言ってほしい。グランドジーロットに言われてきたシスターグビネスについて教えてほしい。グランドジーロットに言われてきたシスターグイネスについて教えてほしい。わかった。グランドジーロットから聞いたと思うけど、グイネスはかつて私たちの教団の熱心な信者だったの。少し気分屋なところはあったけど、みんなに好かれていた。特にグランドジーロットは好意を持っていたみたい。少なくとも聖なるアトムを裏切るまでは。彼女を探し出すのは私の務めだったけど、グイネスにはいつも抜かりなかった。恥ずかしながら見つけ出せなかった。シスターグビネスを探し出す。シスターグビネスを探し出す。アトムの慈悲によってあなたには私が果たせなかったことを果たしてほしい。聖地から探し始めるといいわ。何か私が見逃した手がかりが見つかるかもしれない。聖地ってことはあの放射能満載のところのことか。そうだよな。聖地が2カ所。け、泉から行くか。もうあの水は二度と飲まないぞ。あの放射能満載の水は。外に出て泉の方に行こう。さて泉にやってきた。とりあえず聖地を探そう。同行次第では始末しないといけないし、あれにしても霧と太陽の光で視界が悪い。もう視界がファーハーバーで視界が悪いのはいつものことだけど、損傷の原因。まずはこっちの方、手がかりはあるかな。木のマークが近、あ、そこにある。なんか人がいたような形跡が。看板か何かから剥がれた断片。断片。でも一部が欠けているみたいだ。で、銅があるアイテムがたくさんある。ここにいたのかな。フュージョンコアがあった。放射能が強いよ。なんか断片があったけど、もう一つの方は墓がある。グール出てきそう。ラッドスタックが奥にいる。あ、トラッパーだ。あ、トラッパーの大群だ。おっと、ハーベスター。オラオラオラ。待って、他の動物がトラッパーに襲いかかってる。オラ。いまいち効かないね。ちょっと強いな、この人たち。待って、ラットが。回復。当たってる。オッケー。危ない。フライプ。ほら。
ニックがあっちでまた戦ってる。どこだ？あれか。ん？子持ちのモールラットだと？レアがいる。あ、待って、逃げないで。あれ？出てきた。いてててて。倒した。お、ラットスタック。待って、気持ち悪い動物がたくさんいる。待って、今の伝説はどこ行った？これか。アサシンメタルアーマー。オッケー。トラッパーから。特に何も持ってないか。アトムを裏切ったとは言ってるけど、なんでアトムの泉の付近にいるんだ。ここだね。輝く頂上の聖堂で放射能ドラム缶が。キャンプ地のバナー、ウェイクタックステーション、住所が書いてあるな。ウェイクタックステーション。彼女はキャンプ地にいるに違いない。少なくとも方向は分かった。オッケー、こんな簡単に手がかり残しちゃってくれちゃってる。なんか珍しいもの置いてあったりする。フュージョンコートが、弾がある。あとは何もない。解錠しちゃおう。もらって、ウェイクタックステーションは近いね。向こうだ。ここだね。ここにおるのか。敵は出てこないでほしいな。入れない。こっちは入れる。どう見ても人がいたような形跡があるけど。妖怪誌。ん？グビネスの日誌。終わった。メッセージを送ったの。私の人生がかかっているかもしれないわ。でも彼らは知らなければ、チルドレンは真実を知らなければならないの。戦前の書物をめくっていた時にアトムを見たのよ。二つの小さな物質が底知れぬ深さに囲まれている。私たち全員の中に宿る広大な虚無、それはずっと感じていたことの正しさを示していた。調査一切が誰にも聞かせたくなかった真実、アトムの嘘なのよ。私たちは皆無限の世界にはいない、ただの空間。しん、私たちは調剤師祭は私のメッセージを喜ばないでしょう。でも私は怖くない。私は教会に物を移動させるつもりよ。彼らが私に合流する決断をした時のために。あとどうか間に合いますように。アトムの嘘を見つけてしまったのか。なんかここ心が病んでるような文字たくさん書いてあるもん。 The children must be saved とか、アトムは嘘だとか、いろいろ書いてある。教会、こっちの建物も入れないのか。じゃあ今の人はもうここから去ってるんだ。教会はあっちか。これはチルドレン・オブ・アトム滅ぼすルートなのかな。あれが教会だ。結構ご立派な、あ、でも墓がある。あ、あれ、砕けた墓。墓が砕ける。え、全部砕ける。写真だって。
ん？あ、ここにいるグビネス。宗教は所詮宗教だと気づいてしまった？こんにちは。グイネス。止まりなさい。ここは聖地よ。なぜここに無の真実を探しているの？無の真実、どういう意味だ？無の真実、どういう意味だ？本当に聞く覚悟があるなら教えてあげる。チルドレン・オブ・アトムはマーティンやテクタスによって騙されてきた。あれは嘘の競技よ、すべてね。彼らはアトムが広大な無の中の塵に過ぎないという事実を隠したがっている。無こそが存在の本質よ。この目で見たの。巨大で空っぽな虚空を、星のない夜空のような虚空を。難しいとは思うけど受け入れなければならない。他のみんなも真実を知る権利がある。どうしようかな。この人を肯定する発言がこの中にあるか。 Y 選ぶか。見たものを勘違いして過剰反応していたとしたらどうする？本当に他の全員がアトムについて間違っているとでも？それについては今は考えられない。あまりにも道から外れてしまったもの。振り返ることなんてできない。B は殺すっていうパターンだな。こっから離れた方がいいって言ってみるか。ここに留まっていては死んだも同然だ。この島から離れてもう二度と戻ってこない方がいい。役割を放棄すると無のご意志に逆らうことになる。そんなことは決してしない。無の真実を伝え広めて邪神の子供たちに自分たちのやり方の愚かさを理解させる。待て、これは命をかけてでも。あ、殺すというパターンではない。ああ、座り込んじゃった。シスター・グイネス。すべきことをするといい。でも私はもう決めた。すべきことというのは？行きなさい。ここから出て行って。話は終わったのか？グイネス。他に言うことはないわ。私はもう決めたの。すべきことをするといい。でも私はもう決めた。クエストが完了したことにはならないんだけど。追求する、または倒す。倒すしか今これ選択肢なくないか。グイネス。私はもう決めたの。どうしよう。アイテムはいただいたが、どうしようかな。あの人どうした？ニック、スリーしてみる？スリーなんか持ってる？何も持ってない。どうしようかな。他に言うことはないわ。いや、そんなこと言わずに行きなさい。ここから出て行って。他に言うことはないわ。ちょっとこの状態で帰ってグランドジロットに話しかけたらどうなるんだろう。ちょっと帰ってみよう。グランドジロット、シスター・グイネスにアトムの裁きを下したか？そのつもりはない。ちょっと待って、セーブ。失礼、グランドジーロット。そこにいるということは異教徒を片付けたということか？そのつもりはない。そのつもりはない。これは提案ではない。お前はアトムの聖なる意志の代行者なのだ。誇るべきことだ。早く片付けろ。グランドジーロット。ブラザー、異教徒は片付けたか？片付けるっきゃないのか。そのつもりはない。これは提案。そうか、片付けるか。さらばシスターグイネス。
まった。やっちまったけど、他の会話の選択肢選んでればこの人どうにかできたのかな。これは何だ。ん？さあ報告に戻ろう。さてミニニュークで特に意味もなくミニニュークで吹っ飛ばしてきたよジロット。グイネスの異教は処分しなければ。シスターグイネスが迷惑をかけることはもうない。彼女が自分で招いたことだ。詳しくは聞かない。俺にはどうでもいいことだ。よくやった。お前の信仰心の強さはよく分かった。そして何より忠誠心の強さもな。アトムのご加護をブラザー。報酬の話。それで報酬はもらえるのか。心配することはない。その献身さは評価されるだろう。ほらこれを受け取れ。ただの武器じゃない。武器聖なる異物の一つだ。行け。アトムの敵には容赦するな。アトムの審判。放射のダメージを追加で100与える。これはドンキか。ヒアチック完了。あ、降りちゃった。よし。ということは残るところチルドレンオブアトム側では上級調剤司祭のクエストか。じゃあ今回はここまでにして、じゃあ次回上級調剤司祭のクエストやって、でそのまま変化がなければいい加減どっちかを片付けないと、ファーハーバーかチルドレンオブアトムどっちか片付けないといけないことになるだろうけど、いい加減ファーハーバーも終わらせないといけないので次回上級調剤司祭のクエストからやっていこう。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。